ですが、稽古、公演終わって稽古して頑張って今日は一日活動的な一日を過ごしまして帰宅です。こんばんは、ありがとう。ねえ、髪型嬉しい。そう、私も結構お気に入りというかいいかもなってなりました。こんばんは。本当？お団子2つありがとうございます。皆さん髪色よくね。だって本当なんか寒色系のなんか本当に真っ黒ってわけでもないけど、まあ、黒だけどもちょっとなんか透明感っていうかトーンアップするぐらいのちょっと寒色、冷たい黒というかには一応してもらってる。でも色落ちちゃうと思うけど、あ、トキちゃんありがとう。なんとか愛知見るとか見えた、ね、ありがとうございますね、来ていただいてわざわざ来てくれた方も いたしさん、ありがたいよ本当。お仕事お疲れ様。ゴールデンウィーク関係ないですからね。パクレスありがとう。だってありがとう、こちらこそありがとう。美味しそうでしょ。公園行けない、しばらく公園で行けなくて、だよね、そうだよね、なかなかね、スケジュール合わせるの大変だから。セルフじゃない、美容室行ってますバブくて好き、かわいい、バブい？動画で確認できましたね、撮ってる方いたわ。しみれて幸せでした。あー見つけたよ、すぐ劇場会いに行く、ありがとう。ねえ、ゴールデンウィークってでも明日までですかね。雑巾さんありがとうございます。私黒髪はずっと黒髪だったけど、黒髪だったんですけど、だから懐かしいな、自分の中ではちょっと戻ったというか懐かしい感じにはなるけど、そうなんか今になって似合ってるみたいな言われるってことはよ、ってことはやっぱいろんな髪色をしてきてるからこそ黒髪とか暗い髪の良さが改めて分かるというか気づくんですよね。そう、ありがとう。あ、明後日なの？明後日まであるんだ、いいな。お団子屋あったんだ、いいな。滝を、あ、なんか見た見た。でなんか結構福岡タワー無料、そうなんだ。黒髪って言ってた、言ってくれた、本当。あ、コバコバありがとう。なんかでも本当に金さん黒髪しようと思うのも好きや全部好きってこと、嬉しい。公園あるの知らなくて、そうなん散歩、お団子ちゃんめっちゃ、あ、見つけたよ見つけたよ。なんかさ、いや愛知やっぱ黒髪が、黒髪とか暗い髪色が似合うよって言ってる方とかいるのね、私に直接じゃなくても
ていう人とかいるんだけど、それは知ってます、うん、私知ってます、知ってるというか、まあでもその中でも金髪新規の方とかもいたし、新婦あのなんていうの、そこで金髪になって気になって握手会来てくれた人も結構いたから、一概にあの金髪派がゼロとは言えません。結構まあちらほらいるんですけど、あのまあその可愛くなるためにというか、可愛いと言われたいためだけに染めたわけじゃない、金髪にね、まあ生誕とかでも言いましたけど、そうですから、いろいろな考えがあって金髪にしたので、改めてこうまた暗い髪にね、お仕事でもこう戻すきっかけがあって、また暗髪にこのタイミングでね戻したわけですけど、まあより感じますよ私も。でもね、ちょっと暗い髪でのメリットっていうか、いいところとかを結構やっぱ再確認します。それはね分かってんのよ、分かってるけど一回やってみたかったんや私は何事もチャレンジすべし、チャレンジというか試してみることが大事じゃないですか。それでね分かることもあるし、そう、どんな色でも好きです、ありがとうどんな色でも可愛いよ肯定、全肯定オタクって感じですか。ありがとう、好きです。黒髪中ってやつですね、いますよね。いや悪気はなくても黒髪中、黒髪中っていうかね、そういう押し付けてくる人いますから。私のファンの方は優しいわとかで、まあね、そういうので金髪になっちゃったから離れた人もねもちろんいると思うんですけど、こうやって今応援してくれての残ってくれてるファンの方は多分みんな優しいんだと思う、うん、心が広いね、かなり。ロングツインってねしたいな、何でも全部あいつのこと好きになりそう本当、私本当に結構正直に生きてるというか、自分に正直に生きてる感じです。大ちゃんありがとう、いっぱい来ました。えちいろいろ考えててね、ありがとう。髪色と今日の髪型ね、え嬉しい、どうですか、人間愛知が好きなんす、ありがとう。そうそう、何が似合うかね分からん、そうそうそういうことよ、離れられるの逆にすごいと思う。いやーほんとね、人間いろんな人いますよ。あそうだ、昨日あの私ちょっと最後にさらっと触れちゃったんですけど、ゴールデンウィークのキャンペーンが達成しました、ショールームの。ありがとう皆さん、毎回みんなの力で達成できてる、嬉しいよ、ありがとうございます。ちょっとみんないないかもです、ありがとうございます、協力してくださって本当に感謝申し上げます、ありがとう。お肉とマンゴーが届くので、マンゴーとかちょっと自分でなんか家に届くわけだから、家で食べるのなんか久々でやばいですね、ちょっと食べたいです、そう早く。お肉はね、そう、何のお肉が来るかな、でもあれかな、あの松阪牛的なやつ、ステーキ系なのかな、焼肉系かな、ちょっと楽しみです。いつ届くかちょっとわからないけどね、そうちょっとまあ
舞台終わった後ぐらいかな、届くのは。もしかしたらね、ご褒美的な感じかも。ご褒美って感じで食べたいと思いますよ。ありがとう。お肉は世界を救う。うん、お肉はね美味しいよね。なんかこれネットで頼んでた、これ買いました。そうそうそう、一人いくらしか買わないね。ちょっとさ、どうやって、あー自分ですって。あーなんかずっとね見てたけど、一致したのは初めてです。今日は来月頃かな、やっぱそんぐらいだよね。お、いいかも。いいのでは。なんかおしゃれな感じです。おしゃれなブレスレット感覚でつけれましたね。いいね、いいね、おしゃれ、おしゃれです。ちょっとなんかプライベート、お出かけた時とかかな、これは。普段はちょっと、普段はちょっとつけやすいやつ、よ、なんていうんだ、踊ったりするからちょっと伸縮性あるやつです、ね、うん、そう、おしゃれなアクセサリー、そう、あ、ラジオ聞かないと明日か、明日だ。名称なんでしょう。お団子ヘアです高めお団子になります。今日はね、高めお団子いいね。ちょっとこれしたいな、またまたしたい。明日も相乗りかな。うん、相乗りかも。なんか今日疲れちゃいました。眠いよ、眠い。朝早かったからさ、今日お昼公演で眠いんだよ。お昼公演だしさ、そう、小説はちょっと休止中、今休止中です。ちょっと一回小説の世界にもうちょっと踏み込んでみたいな。でも時間がなさすぎてさ、全然なんか中途半端な作品、なんか中途半端なものもあんまりさ、出すのもねあれだしさ、もうちょっとまあゆったりゆったりやっていきます。ゆったり学んでいきたいと思います。なんか小説っていうか本を読めって言われて、舞台でね、演出家の方とかに、なんでかっていうと、本を読んだらなんか1ページでもいいからこう読んだ時に、文章で書かれてるものを頭にこう読んでる中で想像する、その情景を浮かべることができるじゃん。本を読んでると浮かべることができるっていうか、浮かべながら読んでくださいっていうか、読んだ方がいいよってみんなに言ってて、確かになーと思って、なんかそこをさ、こう本の中の、あ、1765日、ありがとうございます。なんかそういう本で読みながらも、そのストーリーをね、思い、その風景を思い浮かべた方がやっぱ多分想像力もね、想像力も豊かになりつ、なり、なるし、なんか台本とか渡されても、なんだかすぐにその状況を
想像できるようになる、なんか読み解く力というかね、あの自分の中で砕いていく、砕いて飲み込めるようになっていくみたいな、台本を渡された時と、まあ確かになみたいな、そうなんか小説とか読んだ方がいいよみたいな言ってたね、本は読んだ方がいいって言われたんで、ちょっと読んどこうかなって、そう読んでいこうかなっていうね思いましたよ。こんばんは。あれでもミステリーみたいな、ミステリーの本とか結構好きな、本っていうかミステリー作品好きなんです、ドラマとか。でもさ、ドラマの実写するやつって大体小説であるじゃないですか、原作が。だからそういうのの方がなんかまだ入りやすいかなっていう。そっか、明日稽古だ。あ、稽古じゃない、明日競馬だ。ただここは萌えさん言っても何で分かる。湊かなえさんは好き、確かにカメラ動かしてくれ、あそうなんだ、検索ね、ミステリーは好きですね。小説を読みます。おすすめ教えて、おすすめ。競馬ね、競馬だ、そうだそうだそうだ、なんかさ買い忘れちゃいそうで怖い。いつもなんか公演前とかだ、公演前に決めとかなきゃ、だからなんかバタはリハのね、公演のリハの忘れちゃいそうになって。やだ、かけたいなって思ってるけど、500円だけかけたいなって思って、まだみんなどんな感じ？明日何賞なんでしょうか？何々賞？万馬券知りたいです、私も。NHK もあるか。そう、買ってアドレナリンが出てる状態で公園に。あれネットで買ってます。買ったよ、だって早っ、早ーい。どうしようか、短距離ね、短距離だってさ前回長距離でしたもんね。手堅く手堅くいくっしょ、いくっしょ。馬ポーズ勝ちたいな。なるほどね。そういう馬いるの？青い。うん。馬の。3連敗くらいかな、私。何回目なんだろう。3連敗くらい。3,4 連敗くらいしてますね。500円結構むずいわ。そう、なんかむずいわ。なんかもう絞って選択を絞って、
まあちょっと決めなきゃな、決めなきゃなっていう感じではあります。もうこんな時間か、早いよ。っていうのはね、まああるんだけどね。そう、本当にあっという間だ。あ、調子復活する。あ、本当、あ、久々だよね。またじっくり話聞かせてね。うん。お仕事につながることを祈って。かけっこ、かけっこと聞いてる。そうなの。黒髪、大穴、うん、マジで癒し系よね、最近見てて思う。そうですか。まあ一見癒し系ではないと思いますが、一見というか表の私を見てたらあんまりそうだと思う。全然癒し系にほど遠いかもしれませんけど、まあ普通に話してたらね、普通ですから、普通ですから。別にまあまあまあ落ち着いてはいますよ。俯瞰天然酒、あ、そうなの。うわ、バンジー聞きたいな。あ、ハイタッチ書いてくれ、ありがとう。でも私は癒し系じゃないと思うよ。結構思ったことはズバズバ言いますし、まあ言えないけど、言えないこともあるけど、言えない時もあるけど、ちょっと、うん、結構空気読んで飲み込む時もあるけども、もう意外とそうね、結構なんか、うん、とっても楽しいゲー。ありがとう。お酒飲んだら何でも言ってくれそう。あー、でも確かにお酒飲んだ時とかは結構そうだね、会話を弾みますよね。うん、分かる。違う、持参の髪、そうです。メイクさんが頑張って髪がね、まだちょっと短いのにもうかかわらずここまで高い、ちょっと割と自分の中では高めのお団子してくれた。かわいいおでん、あ、おでん、かわいいお団子ヘアにしてくれたんです。感謝、メイクさんありがとう。お酒は私結構強いと思います。ハイボールとか飲みますし、ニーハオって感じでチャイナ服に合いそうな髪型です。まあ確かにズバズバとは言わ、ズバズバサ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 バしてないかもね。うん、でも嫌いな人には結構言っちゃいます。嫌いな嫌いな人、うん、嫌いな人っていうか苦手な人にもすごい、なんかもう私無理ですね。でも好き、自分が好きな人とか、
やっぱり本当に信頼してる人とかのことはもう傷つけない、絶対にとは思ってるよ、思って生きてる。傷つけないというか傷つかないように、なんか、うん、なんかその仲いい人が傷ついてたらもうその相手を許さないって感じです、私は。うん、本当に嫌だって感じで、私は結構、うん、あ、ひろとくんありがとう、嬉しい。大切な人はめっちゃ守るけど、嫌な人はもう関わらないです。なんかだよね、結構私なんか性格診断とかでも、まあ、言われたのはもう好きな人は好き、苦手な人は苦手っていうのがあるので、多分自分の中で。そうだから好きな人はもう本当にいっぱい一緒に話してて楽しいし笑えるし、そうけど、そのなんて言うんだろう、そんなあの態度に、苦手な人の前でも態度にめっちゃ出すってわけじゃないけど、自分からは全然もう絡みに行かないとかっていう風に生きてきました、今まで学生時代とか。うん、そういうタイプなんだと思うよ、苦手な人とかはもう自分からは絡みに行かない、うん、って感じだかな。でも本当に大切な人は、うん、大切な人が傷ついた場合はもう黙ってられません。なんかそんなドラマあるよね、最近、花咲は黙ってないみたいなそれが思い浮かんだ今見てないけど、距離を置く、あー、そうです、そうです。嫌な人には厳しそうだなっていうのは見えた。うん、なんかイベント参加券10万円すいませんあいちーちゃんに嫌われるって相当なことしないならないね。まあそうだね、私何か理由がないと嫌いにならないので、だいたい何か理由があるね、裏がある。ただ単にじゃあ初めまして、何にも会話してないし、その人のこと知らないのにもかかわらず、あ、嫌いですとかそういうのはない、今までないです、本当に。うん、喋り方とか、あ、ちょっと変わってるなみたいな人はいるけど、苦手とか嫌いにはなんないけど、なんか何かがないと、理由がないと、原因がないと、うん、嫌い苦手とはならないですよ。今さっきまでやってました。あ、そうなんだ。苦手な人にあえて絡みたいと思わない。いや、でも多分なんていうの、八方美人的な感じに、こう、まあある意味大人ですよね、いろいろ対応できるっていうのは素晴らしいことだと思うんですけど、その人の目見るのに本当に生きづらい。わかるよ。嫌いですって言われるのもまたいい。いつもめっちゃ共感できる。と、嬉しい。苦手な人、お祓い、いいね、お祓い。やっぱり大事か、そういう。なんか、神頼み的な。なんかでも、苦手とか思われたらショックかも。そうですか。まあ確かにちょっと気にしいな人とかはね、あれかも。まあ私ほんとすぐあの人を苦手嫌いとかなんないけどね、別に。何かがあった時に、えってちょっと疑いますよね。うん、疑う。やっ
やっぱだから行動で示してほしいっていうのは言ってます、皆さんに、ファンの方にはね。行動のちりつもですから。いや、そのなんか本当に、なんだろうな、なんだろう、なんだろうな、裏切り行為的なのはやっぱ本当に、うん、嫌だな。だからちょっと常識的に、ちょっと常識がなってない的に、非常識な人とか、非常識なことされたりするとちょっとな。あとお金返さない人とか結構人間性疑う、うん、人間性見ます、私人間性で判断するかも。そう、人間性だな一番はね。人を見た目でね判断するとかないですけど、人間性かな。だから自分も別に完璧な人間でじゃないけども、でももうほんとなるべくね、やっぱ大切な人のこ、大切な人はやっぱ傷つけないようにしたいという気持ちはある。なんだか話がリアルで怖い、ん？話がリアルで怖いでしょ？私やっぱいろんな人と出会ってきたからさ、学生時代も高校3年生まで普通の女子高生でしたから、そこら辺にいる、そうそう、通信とか通ってないから普通に人間関係ね、いろいろありましたよ。あの人間関係っていうか、小中とは違ってまた高校また一から人間関係築いていかなくちゃいけないしさ、もう大体割と成長してるから高校生って結構大人の子とかも多いし、すごくいっぱいいろんなタイプの人間と出会ってきたので、そう、こういうことされたら私はちょっと嫌だなっていうのが大体分かってる、割と。うん、人間性磨きて、人間性っていうのはまあ難しいけど、そうだね、うん、なんか、うん、なんて言うんだろう、あのデリカシーがない人が本当に嫌です。本当に嫌なんですよ、私デリカシーがない人がさ。私デリカシーはちょっと気をつけてるかもな。なんか小学生とかの時にはもうその感情を持ってたんですけど、なんか私みんなの前で、なんか市村のここおかしいみたいな、なんかすごい嫌ないじりをされて、なんかデリカシーない人ほんと嫌だなって思った気がする。小学生の頃とかそういう男子多かったので、デリカシーがないんだよね、人がみんながいる前で、なんかなんて言うんだろう、恥かくようなこと、なんかいい気持ちしないことを言われるのがすごく、なんかすごいデリカシーがないな、嫌だなってなった。デリカシーない人本当に嫌だ。バイト、そうバイトもやってるので、お客様とかとも、あの、のともこう接客で関わったりもしてたし、バイトの人結構なんていうの、年齢が上の人とかとも一緒にバイト先でコミュニケーション取ってたので、結構いろんな人間と出会ってますけども、すごく嫌だね、デリカシーない発言されると本当に嫌ですね。そう、本当に嫌だ、嫌だ
だから私もそう、嫌な、自分が嫌だなって思うことは人にしないようにしようってなるべくね、人間だからね、ミスることもありますけど、なるべくそのそういう気持ちは一応持ってる、一応ね。そう、自分がされて嫌なことはしないようにしなきゃなっていうふうには気をつけて生きているつもりではあるんだけど、ね、そう、驚きました。あ、気づいた、ありがとう。そうなんですよ。だからまあ皆さんもなんか綺麗に生きなくてもいいと思うんで、まあでも自分に正直に生きるのがいいとは思うけどもね、我慢してばっかだと人生損しますから、損して死んじゃいますわかんないじゃん、明日さ地球にさ隕石が落ちてきてさ、なんかさ地球滅亡みたいになるかもしれないじゃないですか、わかんないじゃない。だからさ、もう我慢しすぎずさ、自分の気持ちに素直に生きていこうっては思うけども、なるべくね、まあでも我慢の積み重ねで我慢すること多いよね、人って。なんか疲れるよね本当に。我慢して生きてると思うよ、私もいろいろ。そう、我慢せず生きるってなったらめっちゃ自己中だと思うから。そう、我慢してるんだよみんな、だいたい仕事してるときは。そう、なんかめっちゃクレーマーみたいな人がお客さんにいた時も結構我慢して申し訳ございませんみたいな対応したりして、いやもう我慢、大人はね我慢ができますから、我慢して、でもまあしすぎずというか、まあなんかそう我慢して、まあ平和に終わるんだったらいいんですけど、まあその自分だけが損するのはねおかしいですから、みんな人生の主人公ですよ。そう、損してばっかの人生はねおかしいですから、吐き出す、まあ吐き出せなくても発散するっていう、その我慢のね溜まった分のストレスとかはやっぱ発散していく。なんでこの話の終着地点がこの話になったのか分かりませんが、何でしょう、何の話してたっけ家具届いたけど、そうそうそう、ね、でもね1個ね1個組み立てたって、プサイちゃん偉い、手伝います。私もね、そうそう、アイチなんかあったか。あなた私の配信見てないね、普段私いつもこんな感じデフォでっていうか、私の配信高確率でこんな感じだよ、結構人生語ってます、人生語る系ショールーマーです、語り系ショールーマーね。組み立て式はね多いよね、私でもテレビ台とかネットで頼んだんだけど、自分で組み立てたんですよ、電動ドライバー使ってすごくない、接着剤とかも作って組み立てたの、すごくない、やばいよね私。うん、そうだよ、語ると長い。でもなんか別に人に語ったりしないから、もうここでしか語ってないかもね、もう配信でしか語ってない。そう、
配信でしか語ってないですよ。そう、語りの場自由の場。ありがとう。あ、退治した？ DIY、 DIY はね、ちょっとでも電動ドライバー買ったのよね。業者に頼んで、最初と同じお金解決しちゃう。いや、したいよ、私もしたいけど、いや、お金で解決っていうか大人の特権だよね。でもお金払って大人買いみたいな、できる箱買いするとかも大人の特権だから、それはいいと思うの。お金を出してなんか楽できるなら、いや、それはあるもんね、全然いいんだけど、なんかなかった。私が頼んだやつは設置してくれる、あ、でも設置してくれる業者の人頼めばいいのか。ちょっとなんかでもその作業がめんどくて自分でやっちゃいました。こういう話好きです。あ、本当？よかった。もうそういう話聞いてくれる人しかここ多分集んないと思う。そうそう、全然コメント拾えないしね、ごめんね、本当に申し訳ないけど、私が勝手に自分の人生論みたいな語ってるだけなので、暇つぶしに聞いてくれたらいいぐらいですけど。組み立てるの意外と好きなんやけど、いやー、助かりますね助かります。私のお父さんがめっちゃ得意です。得意っていうか好きじゃないけど、あ、得意じゃない、ん、好きじゃないけど得意みたいな。まあお母さんはあんまり細かい作業が苦手だから、なんか愛理がなんか買った時とかはすごい、最初お父さんがやっぱ一緒になって組み立ててくれてたりして、そう、なんか作業手伝ってくれて、すごい、そう、なんか組み立てれる系っていうか、組み立てられなくてもいいけど手伝ってくれる人がいい勝手に、なんか、いや、そう、なんて言うんだろう、今日の話めっちゃ好きだ癖になっちゃってんだよね。参考になるので、ありがとうありがとう。本当にいろんな人間がいますよね。本当に感謝。説明書一応見るよ。一応でも説明書見ないで、いや、なんかずっと見ないで生きてきたんだけど、あ、ちょっと待って、さえちゃんから電話来ました。はい、はい、あ、ちょっと待って、あ、スピーカーになっちゃってる。あ、さえちゃん今アイディ、はい、あ、はい、スピーカーが外れない、今配信中なの。何何、あ、そうなの、違う、別にスピーカーでもいいんだけど、見てってこと、これどれ、え、あ、すげえ、すごいでしょ。あ、それアリ買いたかったやつだ、ダイソン、無事ダイソンの立てかけるやつか。連載これね、うん、これこうやってね、やったの、すごい、すごい、え、いいね、でしょ、簡単だった、簡単、さやちゃんでできるってことはアイリもできるね。うん、アイリも買おうかな、こうやって、こうやって、あ、できないすぐ取れる？取れるよ、取って、なんかごちゃ、ガチャ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 してるけど、あー、そういうこと？すごいでしょ、でも
そう、今さやちゃんが掃除機のね立てかけるやつをね組み立ててたみたいで、あーちょっとうるさい。そうそうそう、組み立て終わったみたいね。ラグも届いてるもんね。いいね。じゃあね。じゃあね。オッケー。バイバーイ。バイバーイ。作れたみたい。今なんかそうテレビ電話してました。作れたけど、あんな、なんだっけ。そう。さえちゃんね、いや、さえちゃんあんまりそう組み立てたりするの得意じゃないので、多分めんどくさいのがすごいに好きじゃないのよ、さえちゃんは。なんでそうなんかね、あと多分組み立てる系のやつ届くんですよ、まだてか多分手伝わされます。多分手伝わされます。そうそうそう。そんな感じですね。ありがとうございました、皆さん。テレビ電話をテレビ電話タイムがちょっと急に唐突にありましたが、はい、そうなのよ、執事。結構わがまま執事だよ、私も。そうすぐ拗ねるしね、私は。おえ、もうさっちゃん一人だって喧嘩なりますけど。全然執事じゃないよ、全然ダメですけど。いや、お姉さん、まあそうですね、私結構お姉ちゃんなんですよね。本当に困ったね、あの子は。怒られるやつ、後で。なんか言ってたよね、配信でって言われる。なんか言ってたみたいだね。そのまま助け合って生きていきます。やめて、勝手にナイトにしないで、私をプリンセスのままナイトにナイトにしない。私もプリンセスだから、性別的に。プリンセスがいいですけど、どちらかというと。あ、みんなには、みんなはナイトでしょ、私の。普通の顔してよく言えるなって感じ。私のナイトはみんなだよね、そういうこと。私のナイト、そうそうだよね、この村ではプリンセスですよ。そうだよね。一歩出たら、一歩出たらもう口に出すなっていう感じです。愛知はあのファンのみんなの前では自分がプリンセスだと思ってるよみたいな、そんなことも絶対口に出すなってく感じですけど、はい、みんながナイトですよ、そういうことだよね、そういうことでお願いします。飯使いやばい、おもろすぎ。暗黙のルール。あ、11時ありがとうございます、皆さん。もう終わります、今日もありがとう。明日公演ですから早く寝なきゃ、お風呂入って。ではランキングあります。13位さきんこちゃん、12位ぶたばらさん、11位バラさん、10位黄色いぞうさん、9位こばこば、8位 MJ さん、7位タータンさん、6位ひろたさん、5位アリマルちゃん、4位ズッキーさん、
3位ぞうきんさん、2位フォクピグさん、1位大ちゃんです。ありがとうございました。皆さん配信ありがとう、ありがとう。自称ナイトで頑張ります。奴隷です。言ったな、言ったよね。あ、東京から見に行って楽しかったです。ありがとう、配信ありがとう。お疲れ様でした、お疲れ様でした。明日頑張ってくださいね。明日目撃者行くね。おやすみ、おやすみ、ありがとうございました。ゆっくり休んでね、また明日。お疲れ様でした、おやすみなさい。ほなな、そこは頑張って。あ、部活が劇場でお会いしましょう。お疲れ様、競馬勝とうね。頑張って、お楽しみにしてるよ。ありがとう、会いに来てくれる人ありがとうございます。配信でもよろしくね。ありがとう、今日もアイリのおしゃべりに今日も付き合ってくれてありがとうございました。おやすみなさい、バイバーイ。おやすみー。